しょうか。本番に臨めるくらいのレベルになっていましたか？ええ、特に問題なかったわ。本番までそのテンションを落とさず行って。ありがとうございます。家で相当練習してきたようね。でも、あなたが不調になった原因は解決していない。そうでしょ？はぁ、どうしても話したくないって顔してるわね。すみません、チチュ様。でも、ライブは絶対に成功させますし、これ以上練習の邪魔になるようなことはしませんから。わかったわ。あなたってほんと、ほんとバカなんだから。結局、後ろの方の客席、全然埋まってないな。お客さん、結構ざわついてるね。こんなに埋まらないのは初めてですもんね。落ち着きなさい。なんならシミュレーション通りでしょ。ところで、早宮社長って。ああ、今ちょうどモニターに映っているわ。この人が、早宮さん？ちょっと怖そうな雰囲気の人ですね。緊張しなくていいわ。私たちはどんな状況だって、私たちの音楽をやるだけよ。あ、言うじゃねえか、チュッチュー。シャラップ、マスキング。さあ、そろそろ時間だし、行こうか。私たちらしく行くよ。We are? レイザースイレン。はーい、今日のライブ来てくれてありがとう。普段より少し広々としているけれど、ここにいる全員の熱気で会場を埋め尽くしてやりましょう。演奏を始める前に一つだけ聞いてちょうだい。私たちは誰に何を言われようと、いつかは世界を変えるバンドになる。誰かの思い通りになんてなってやらない。あなたたちを歴史の証人にしてあげる。今日はラスの奇跡の一歩を、その目に耳に焼き付けなさい。それじゃあ飛ばしていくよ。今日は私も容赦しないから。私たちを否定する者はとことんぶっ壊す。レイユさん、今のってまさか早宮さんに向けてでしょうか？やっぱスンとしてるのがかっこいいと思ってんだよな。お金を生み出せない音楽をやっても意味がないって言われて一番怒ってんの、実はお前じゃねえか。最高じゃない。そのままの勢いで歌いなさい、レイヤー。行くよ、インビンシブルファイター。この曲は、このライブは、私たちからの挑戦状。ラスはあんたのものになんかならないし、潰れもしない。私たちは、私たちのやり方で、チェンジ・ザ・ワールド、世界を変える。